スノーマン、佐久間大介さんの猫愛が爆発。イマジナリーキャットとは、今注目のトレンドワード324。皆さんは、イマジナリーキャットという言葉を知っているだろうか。あまり聞き慣れない言葉だが、アイドルグループ、スノーマンの佐久間大介さんが6月26日に出演した番組での発言をきっかけに話題に。同日ツイッターでトレンド入りを果たした。そこで今回は、イマジナリーキャットとは何か、トレンド入りのいきさつと合わせて紹介していこう。黒丸スノーマン、佐久間大介が語る、イマジナリーキャットとは、きっかけは6月26日に放送された、しゃべくり7の番組内でのこと。この日のゲストとして、芸能界屈指の猫好きとして知られるかまいたち、山内健司さん、サンシャイン池崎さん、中川家、つよしさん、スノーマン、佐久間大介さんの4人が登場した。4人は、猫猫愛好会として、可愛すぎる猫動画や自身の愛猫写真を紹介。猫の魅力を存分にアピールした。